でそれで外国へ留学することになりました。はいはいはい。はい、でその時梶山先生がお世話下ださって<ー>、えー、カリフォルニア大学のバークレーというところへ行きまして、えー、ここであのただまあお金がなかったもんですから人、うん、あの親から借りたお金で渡りまして、うん、であの行った先でもうあの暮らすお金がない結婚して子供もいたんです。あその時に私もうむちゃくちゃですから。 <laughs> 家を考えずに暮らして <laughs> 無職で子供いて <laughs> アメリカに渡るったって家族連れていけませんので単身で渡りましてでお金を稼がなくちゃいけないってこれがまた助かったんですがちょうどその頃はバブルでありましてえ日本語ブームなんですもうみんなが日本日本って言ってた頃でそうすると日本語教師が足らないということでバークレーの中の日本語学科の あのティーチングアシスタントつまり助手ですねに雇ってもらえてすぐにでお金もらえるそれで家族を呼び寄せたんですそして大変貧乏な生活をいたしました楽しかったですけど何年ぐらいアメリカはそれでですね本当はそこで博士号まで取って帰ってくれば経歴つくだろうと思ってましたら花園大学で 教員募集っほいで日本にいる先輩が「佐々木君花園大学で募集があるけども出してみる?」って言うから「この出すに決まってますよ、うん、もうこっちは必死なんだから」って言うんで出したんです。あの書類提出に間に合わなかったもんで、はいはい、<laughs> 言っていいかな <laughs>。 先輩に代筆で書いてもう時効でしょう。たぶんハンコも押してもらってそうですか。まあ時効でしょう。すみません。それでそれで花園大学へ無事に採用された。それがおいくつですか？33です。33歳。それが初めて社会人として仕事ができるようになった。最初は専任講師はい、専任講師であのですから決まった途端にも あのカリフォルニア大学いる場合じゃないって言うんで休学届を出して今でも休学しですわあ,あそうですよ確かに <laughs>、はい、でもそれからずっと花園で研究させていただいて、えー、仏教学者という肩書ちでこうやって。 座らせてていいただいていることに何より感謝しておりますあ,あのそのアメリカでの生活そしてそういう英語の中で暮らしていた、はい、ということとあの大鈴木大拙先生の「大乗仏教外論」あの和訳が、はい、あの先生なんですねこ、はい、れはどういうつながりなんですかあの直接私が鈴木大拙さんとつながってるわけじゃなくて、はい、ここで帰ってきました時に。はい 鈴木大雪先生の本の中でまだ日本語に翻訳されてない極めて重要な英語の本だと、ね「大丈夫仏教概論」これはもう鈴木大雪さんのデビュー作ですね、はい。でこれをあのえー、あそこの松岡の方から依頼があって、はい、どなたかこれを翻訳する人はいませんかということを多分ね西村維新先生に来たんだと思うんです。それで「<え>君はアメリカにいたって思 いや、一年ちょっと、二年ぐらいしかいなかったんですけど<あ>、いや、アメリカにいたんだからいいじゃないか。ああわけわからへん。<laughs> 西村先生らしい、おおらかなっそう、おおらかなんでね。<laughs> アメリカにいたんだから君が翻訳したらいいだろう。そうですか。そういう、そういうことで。<laughs> 今はもう、あの、先生のおかげで我々は、 あの日本語訳を読めますから、<laughs> はいや、はいえー、そうですか、そういうこと。<laughs> はい、もう本当に、どれもこれも、本当にいい加減な <laughs>、うん。あ、い,いえ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 。<laughs> <ー>岩波文庫のね、今、まあ、大事な、ね。あれもちょっといろいろとありましてね。あ,あ,あの、まあ、翻訳きちっとやりまして。はいはい、で、やってるうちにね、あの、やっぱりインド仏教に関する理解が。 かなりずれてるという気がついて<ー>。て先生、ね、はい。はい、で、まあ、普通ならそんなことは黙ってるはずなんでしょうけども、うん、まあ、私としては自分がインド仏教やってる以上は、そのことはやっぱり明確に客観的に書くべきだと思って、それを後書きにありましたんですね。あ OK、役者の後書きで。そうしますと、まあ、言ってみれば内容に関して、役者の後書きで、この内容は間違ってますみたいなのがいっぱい出てくるわけで、これはまあ、あの、 大説ファンの方々から見ると大変こうけしからん本になったんだろうと思うんですねそれが理由かどうかは知りませんけれども最初単行本で出た「大乗仏教概論」はあの絶版になりまして。うんうん 岩波で,でもう二度と再販してもらえなかったんですところがその後書きが次第になんかこう、ね、大説研究の中で回るようになったらしいんですね、うんうん、私知りませんけども。うん、であのまあですね要するに大説さんに関する変わった、うん、あの見方見解がここにあるということでそれでだんだんいろんな人にまあ知られるようになって。うんうん それで、あの、今度は岩波の文庫に文庫をね、あいうことになって、それで、せん、せんだって。はい、数年前ですね。まあ、あの、はい ありがたいことにめでたく人口入りをいたしました。私たちも気軽にこう読めるようになって今今も気軽に読むことができますですね。ああありがと。いえいやだそうそういうことだったんでございます。だから何もあの特別な縁があるわけではないんですけど。そうそうでしたですか。第一私を花園大学が採用したこと自体が大変おかしな話でした。浄土真宗のお寺の ひょっとしたら将来後継ぎの住職になるかもしれないような若い人間を花園の専人教員で採用するなんてことは普通。 修文系の大学ではない。ああねその点は何でしょうかねやっぱりうちの修ハテなわれおおらかなありがたいことおおらかなんでしょうかしらね私そのおおらかさに救われた一番の人間ですでももうそのおかげで今やもう花園の大学の一番のもう先生のおかげってるぐらいでなるほどそして。 でも花園大学というところにそれまで縁はなかったわけですまあ多少は、まあ、名前はでましたし、はいはい、以前ね全くこうご縁がなかった頃に花園大学がダライライマを呼んんんだだことがあるでですすそうだったんですか国兵ダライ・ラマをおいでになって<ー>、えー、今今ちょうど取り壊そうとしてるあの校舎の上でダライ・ラマの講演会やったんです。えー あ私そ学生の頃にあの来たそれが花園大学という大学へ寄せてもらった最初ですねすごいなダライラが呼ぶ大学あるんだと思って感心したのもいた<ー>うでしたか。はい、<ー>でもまさか自分がそこに就職するとはもう夢にも思ってませんでしたけど、はいはい、もねで実際にこうお勤めを始めになって <laughs> まあ別に善に対してどうこうっていうのは別にございませんですかああのやはり非常に私くしを 大らかに受け入れてくださ君は浄土真宗だからなんて話は一度も聞いたことがないもう普通にみんな一緒という感じで私が釈迦の教えについていろんな話をしてもうん、うん、それはそれで構わないもう全くそれに私のやっていることを語ることに関する規制っていうのは一度もこれもまあ花園の大学ならではの自由度だろうとほどですね。 ただ一番最初の授業で行った時びっくりしたのはあの教室の窓を開けたら外が物干し場だったですね<ー>これここがもともと京都レースというレース工場を買い取って花園大学はい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 、そしてそのまま建物はそのまま使いながらあのまあ要するに建て替えるお金がなかったもんでそれでそれが校舎になってたんでん私が初めて授業した 校舎というのは、もともと女子寮だったところ。こ女子社員の寮だったところで、外は全部物干し場になってましたです、ね。うん,うん、これはちょっと面白いな。ね <laughs> ね、で、そうしていくうちに、あのう、肝心のご自分の久留米称名寺はどうなったんですか。いつ頃からご住職に。れこれも申し上げないといけないことですが。え,ーえー、えっと、いずれ。 ちその頃父親が60から70ぐらいでしたけども、はいはい、いずれかえって私が住職になるかみたいな、うん、またのんきなことを考えてたわけなんです、うん、そうしましたら大学に勤めまして3年目ぐらいですかね僕が3 5五6の頃に父親ががんで倒れまして、はい、え膵、ー、臓だったと思うんですがあ<ー>あの倒れて入院してその日に突然私その住職の仕事が回ってまいりましたその日から。 突然倒れましたので、ああああその後の仕事はみんなあなたがやるんだと、はい、いうことになって、はい、ええー、福井県の三国町という田舎にあります寺の住職と。はいはい、まあ、まあ、住職兼、それとこの花園大学の教員の両方を二足のわらじで。その日からやることになりました、うん。その住職の資格を取るというのはもうできたんですか。あの浄土真宗でございますので、ものすごく感じ。ああ、た高,高田で、ね、えっと、み、えー。 講習会でそうですもその時は要するにそれから先生はじゃあお檀家さんの前ではいわゆる浄土真宗の僧侶としてまあお念仏をなさるわけですね。それはもうセレモニーですからで 言葉悪いかもしれませんが割り切ってという感じで割り切ってはいもう仕方がありません生きるためですはい後ろに家族も母親も皆おりますほいでお説教だけはこれは私の釈迦の教えにさしてくれと言葉で嘘は語れないのでそれはもう私の信仰している釈迦の教え仏教の一般のお話をするということにさしてもらって ずっとやりましたですでそれはこの間も先生が YouTube の中でお語りになっておられましたですね、はい、その、はい、矛盾したことであるけれども一つ守ったことが何でしたっけそのお釈迦様の言葉を語ると、はい、そ,れそれにないことは語らないと、はい、お釈迦様の教えでないことは言わないと,、はいはい、ということをお決めになったのはそのその,その時なんです なさった時に、はい、ああもう嫌でもそ,その状況になりましたのであ,、はいはい、あの後で後悔することのないようにと思って、はい、それだけは守ろうと思ってやってたんですね。あいわゆる信州のお説教のようなことは、うん、あのなさらないと。はいそう も,はい、もちろんもちろん阿弥陀様というものがおられてっていうそういう事実は語ります歴史的なものはねあ、はいはい、ただあの私がその阿弥陀にもうひたすら信じている人間だというような、うんうん、そんなことはあの作り話には言わないという別にそれで問題ないはなかったわけですねあ,ありません。別に本山からクレームが来るとか <laughs> それもないでしょうねあ ランカさんもそういうことも期待もしてたんああ、まあちゃんとあのお勤めをやってもらえれば、むしろそれでちょっとこう片足かしなところありましたですね。あ<ー>あ、一般の人たちっていうのはそのある宗派の特定の教義っていうのを求めているんじゃなくて、うん、むしろ日々の心が安らぐような普通の言葉を求めているもので、あの。 僧侶がそれにこう空回りするようなことはかえって意味がないということも分かりましたね。あはい、あまあそんなんであのほぼもうなんていうかな、はい、周りの人から見たら佐橋さんはこの頃歩いてるとあの、ま、歩いてる道が曲がってるよと。 っほとんどもうんて言うか気がこう変になってて歩いても横行くんですねこうね。ああそうですかそれはやっぱり動揺するというかいやもう肉体的な疲労と一切のそのんていうか休息のない時間帰っても仕事こっち来ても仕事でそれが大変大きい。 えっとこれはまあお若いになる方おられるかどうかわかりませんがその頃私の寺のあの丹家さんが450点ございましたあ先生の寺とそんなに多くのでそのうちの半分以上が地元ではなくて石川県の方の飛び地にございますので何か法事があると家に帰ってそこからそこまでまた車で1時間半ぐらい走るというそういうところなんでございますそれと京都にあのサンダーバードで 行き来しながら大学の仕事をするという、うん、もう超人的なあの仕事そういうのは誰かにそ,そんなにたくさん檀家があるおたくさん檀家のある寺では一人じゃなくして誰かにこう頼んでやるというところもありますけどもはあ、はあ、それはまだなかったんですかもう急なことでその制度改革も何もできたものじゃないんでああああじゃあもう全部先生が一人で行ってはいまあお月の人もき、ね、来てくれましたけども、ねねねね、その人と一緒にずっとまあ,あ。 二年1年やってうつ病になってあ先生がですかはあ、はあ、あそうなんですか私もうもううつの体験者でございますそ時に<ー>朝から晩まで考えることはもうどうやって死ぬかってそればっかり考えてあ。あ死んだら楽だろう死んだら楽だろうってそればっかり考えてす、はいはい、でも死ねない家族がいますからあですわ、ね、だからそ,あ<ー>そのせめぎ合いみたいなところでんこんな顔してますってなかなかあの 辛いのやって。あ、そうなんですか。で、打つのはどれぐらい続かれたんですか。一年間。一年間。で、それで体壊して、血尿が出たり、いろんなことになって。もう死のうと思った時に。父親が復帰いたしまして。あ。あ。膵臓だったのに。手術がうまくいって。はい。家戻ってまいりまして。私の様子見て。俺が寺やるから、お前は大学やれってって。 救っってくれましたやっぱ親は偉大ですねもうその命救われました、ね、<ー>それから父親はあの5年ぐらい住職ずっとやってくれたんです。は勤めたんでその期間にお寺をあのどなたかにお任せするというその手続きをして人を探してそしてその人へ受け渡しの全部終わってから父親は息を引き取りました、うん。うん そのあ住職は先生ですけれどもそのいちいち全ての段家にお参りするというのはちゃんとそのお願いをするような体制をお作りになったそうですそうですだから私はもう父親に命救われるそういう体験がこれも初めてお話いしました親の親のこんなのんな顔してますけどね親の力っていうのは大きなものなんですねで私やっぱりそれは仏さんに救われたかなと思うんです 私そういう超自然的なことを語らない人だ人間だってみんなに追われてるんですけどもいや私心の中にはもう大変なそういう信仰みたいなのがあるんですなるほどね救われてるって気はあるんですそうすると大体40歳ぐらいですかそうですねそれでやっと落ち着いた頃ですね落ち着いてはいやっぱり四にして惑わず本当にそうなりましたなるほどそれで博士論文もその後書き上げてそして本格的に 勉強が軌道に乗るようになったのはそれからでございますね。あなるほどね。はい、のようにタイのお寺そうタイのこともお伺いしたいと思って。<laughs> タイは先生いつ頃ですかその毎年ね先生の言っておられるというのはそうですね。はい。十五六年前に私あの あの私があいち早くこの棒で叩くというのをやめたんですね。お嫁になりました、はあ、やめた時はですねまあ,あのなんだあのそれは自分の心の自分自身を変革するためにというそういう点で見れば、うんはい、今の日本の仏教の在り方もそういう点で見ればもう一度そうですあというのが今日分かりました。